まで歩くのがとっても楽しくて好きです。あ、かわいい、見て、うわ、圧巻の景色ですね。選手のちょっと気持ちを体感していただこうかな。はい、吸っといてください。同じ空気吸っとかな。同じ空気を。地下2階にやってまいりました、うん、なんか駐車場みたいになってますね。そうなんです。選手がバスで到着する場所で、ここに横付け選手のバスされて、はい、ここからこうやって入っていくっていう。で、ここが試合前とかで映像とかで映っている、はい、ミックスゾーンって言われるところ。すごでもそこにピッチが本当だ、はい、目の前にピッチあるんですけど、はい、ちょっとその前にもう一つ選手のロッカールームになります。え、これテレビとかでもなかなか見られないんじゃないですか。そうですね、実際に選手が使っているロッカールームです。うわー、すごい。試合前日なので、はい、まあ、ユニフォームとかはまだ、ないんですけれども、ね、24時間後にはここに選手たちが、空気たくさん吸っとこう、はい、はい、吸っといてください。同じ空気吸っとかなか。同じ空気を。すごい、イケメン好きなので、はいはい、グランパスイケメン多いですから。ユンカー選手のは、ちなみにユンカー選手はどちらに、はい、ユンカー選手ですね、実はスタッフもほとんど入れなくて、監督、まあ、コーチ、選手だけの空間で集中力高めたりとか。自分試合全く出ないのに、はい、すごいドキドキしてきちゃいました。なんか、はい、よかったら座ってみてください。いいんですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。どうですか、選手の気分になりますか。今日もやってやるぞっていう気持ちで、今日もタワク高めてきたんで、はいはい、自分がシュート打ちたいと思います。あ、もうはい、もうすでに選手になってますユニフォーム、実際にロッカールームでかっこいい。ぜひじゃあ着替えてもらっていいですか。ちなみにこれ今年のユニフォームですよね。はい、今年の2023シーズンのユニフォームで、まあ、襟付きがポイントで、去年とか数年前のやつとはまた違うユニフォームで、とても可愛いです。ウォーミングアップをしてもらおうと思います。すごい、なんかウォーミングアップできる場所があるんですか。そうなんですよ、目の前のこちらなんですけど。あ、ここにあるんですね、はい、もうじゃあロッカールームのそのままご案内いたします。目の前にあるんだ、はい、うわーすごい、ユニフォーム、こんな風になってるんだ。見てください。集中しながら、はい、モチベーションとか体の状態を高めていける場所なんですね。はい、もうなんならちょっとウォーミングアップしてもらって。え、いいんですか、はい、じゃあちょっと走ってこよう、はい、ウォーミングアップしてみてください。行ってきます。行ってらっしゃい。今日もシュートやってやるぞ。今日は何点取りますか。今日は10点取ります。10点ちょっと息上がってますけど、はい、じゃあいい感じです。いい感じに体が温まってきて、ここからちょっと活躍できそうな気がします。本当ですか。こちらが選手が試合前とかに、まあ、なんかエスコートキッズとか手つないで待ってるところとか、はいはい、こうやって繋いでいきますよね。これはですね、グランパスが歴代タイトル獲得した4つの優勝シーンですね。95年の天皇杯、99年の天皇杯、うん、で2010年の J1 リーグ優勝、2021年のルヴァンカップ優勝、うんうん、それぞれの、まあ、今までのタイトルが、まあ、こ画側一面もこれから埋めていきたいですね。3枚4枚どんどん増やしていきたいですね、うん、でここのところにネバーギブアップってグランパスの DNA ということで、まあ、ストイコビッチさんがよくおっしゃっていた、うんうん、ネバーギブアップを心に持ちながら試合に実際こう参加されるわけですね、はい、でこちらがピッチです。はい、すごい。うわ、こんな風になってるんだ。天然芝の特有の、うんうんうん、まあ、匂いだったりとか、うんうん、特に試合中とかになると感じられますしね。すごい、はい。これこそ圧巻の景色ですね。なんかすごい広く感じますね、はい、やっぱりグラウンドが。最後は、まあ、選手の気分でピッチまで来たので、はい、試合終わった後、はい、インタビューするところにそのまま行って、今日の感想とかもいただきたいと思います、はい、ここがまあ、試合始まる前に監督が見るやつ、はい、見るやつやつやったりとか、ここでまさにやってます、ね、こうやってインタビューされてますね。そうです、そうです、こういう風に。どうですか、選手っぽいですか。なかなか選手っぽいですね。ミーハーなファンに見えませ
ませんか、はい、大丈夫ですか。今日10点取ったんで、あ、はい、さっきウォーミングアップルッツで言ってたように10対0で勝ったということで、はい、10対0で勝ったんでどうでしたか感想は。あ、ちょっとあのいいアシストが来たんで、はい、もういいところに真ん中走っていこうと思って、はい、うまくゴールが決まって本当に良かったなと思ってます。10回10回今日の勝因は何でしたか。勝因はですね、やっぱりあのネバーギブアップの心を忘れなかったことですね。素晴らしい試合でした。ありがとうございました。どうですか、ぽいですか、大丈夫そうですか。ぽいですか。もうあの本当いつもやっぱりその試合当日のもちろんワクワク感ドキドキ感を味わいながらスタジアムにいるんですけど、はい、そうじゃないドキドキ感、いつもは見られないこう選手のねいるところとかスタジアムの裏側が見れてすごい楽しかったです。楽しんでいただけてよかったです。本当にありがとうございます。どうもないです。もう一サポーターとしてこれからも応援し続けたいなと、はい、ありがとうございます。思いますのでこれからも応援頑張りますし、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。名古屋グランパスの選手も大活躍中のキックオフ東海は毎週土曜日11時30分からメーテレで放送中です。ぜひご覧ください。